はい、それではですね、室戸戦争がこんだけ長いことなんですか、いろいろな方面からね、ちょっと探ってるんですけど、今回、ちょっと小ネタと思いますね、小ネタにしようかなと思ってるんですけども、米国の下院議会騒動ということで、マッカーシーがね、解任されたということで、このマッカーシーの解任動議が、なんでね、ウロ戦争に通じてるんかということなんですけどもね、これはその日本の衆議院議長って、下院って、その上院下院があるから衆議院と参議院みたいなもんやってイメージが日本人にはあると思うんやけども、日本の衆議院議長っていうのは議院内閣制なんで、その衆議院で多数を取った、その政党がね、取らんかったら連立ですけども、取った政党が首相になるということなんですけども、アメリカって大統領も直接選挙です。そして、議員も直接選挙、特に下院は2年に一遍っていうね、もう本当にね、1年2年ので自分の業績を問われて、また選挙があるというような、厳しいね、選挙を勝ち抜いてきてるということになりますよね。で、そういう下院の厳しい選挙を勝ち抜いてきて、その中で、多数党が議長を出すということになりますよね。で、下院の議長っていうのは、だから継承権としては、大統領、副大統領です。何かあったら下院議長とね、アメリカでは大統領がボツったら副大統領、それもボツったら、下院議長がね、アメリカの指揮権を取るぐらい、結構重視されている職業で、そして、予算のね、拒否権を持つということなんですね。これがもう全然違うんですよね。だから、その大統領と同じ政党、民主党やった民主党が、下院で大多数を取ってると、だからバイデンとペロシみたいなもんですよね。そういう時には、予算もね、大統領が組んだ予算案をそのまま下院が通すというような形になってるんやけども、今度今は、ね、大統領は民主党バイデンですよね。でも、下院はマッカーシー共和党の、議員ということになるんで、大統領が出した予算案がそのまま下院で通るかどうかっていうのは分からない未知数。でそこにはね、下院が拒否権を持つんで、予算が通らんかったら当然ね、執行もできへんということになってるんで、大統領が出したあるいは政策がね、全て通らないというようなことになります。だからね、議会が機能不全になっちゃうと。いうことになりますよね。そこら辺はね、このアメリカの下院とかこのつなぎ予算とか この辺でね、見ていただいたらいいんやけども、ここですね、下院の権限、大統領の議会権限、ここら辺がね、日本とちょっと違うところやとね、いうことはここら辺もきちっと載ってますよね。大統領による議会予算の拒否によって議会が、対抗できると。で、その中でね、もしはね、予算案通さんかったら、もうそのまま大統領ってのは何もできへんのかっていうと、ここが重要なんやけども、大統領拒否権が発動されると、議会の3分の2の多数で、再可決しない会、議員予算は成立しません。ね。ということで、これってね、衆議院で送った予算は参議院で反対したとしても、また衆議院でね、賛成多数やったら、これはね、その予算が成立するというような感じになってるんで、だから議会がもう次は3分の2のなかったら議会が拒否権発動をされて予算を通してくれということで、通さないって言ってももう3分の2以上の力がなかったら、それをでも通さざるをえやんということになりますよね。だからその辺でね、バランスを取ってるということですけども、ここでね、バランスを取って、議会が今何を
ね、何が起こってるかっていうと、まあ、やっとね、マッカーシーってこれ15回ぐらいね、その議員なんのにね、党内、共和党の党内で、揉めて揉めて、そしてマッカーシーも妥協してということで、まあフリーダムフォーカスという、まあ、トランプ支持派の、過激というか、まあね、そういう、ね、縮小予算、ね、ということ、モンロー主義みたいな形で、アメリカはアメリカ国会でまたろまろうというような勢力ですよね。そういう勢力が、まあ、ある一定の、ね、勢力、トランプ派ということで占めてるんやけど、そこがね、かなり、マッカーシーのね、議員、選出にはね、下院議長選出には反対してたんやけど、まあ、ようやくね、マッカーシーが、折れて折れて、そして、まあ、一人でもね、そういう解任動議が出せるというような形で、折れて議長になったと。で、今回は、マッカーシーのやり方が気に入らんかったから、ね、そして、マッカーシーの拒否権を出すということになりました。ね、でもちろんね、今その共和党と民主党、大統領は民主党バイデン、そして下院は共和党ということで ね、ねじれになってるんで、新年度10月から新年度になってるんですけど、年間予算がね、もちろん下りへんかったということで、まあ、全ての拒否権、発動してもええけど、そんな、ね、強硬手段はできへんと、ね、いうことで、これトランプの時はね、この壁の時にそういう拒否権を発動したらしいんですけども、まあまあ、ね、それは少し問題になったりとか、あるいはまあ、ね、いろんな形でそういう議会の対立が問題に、なることがあるんで、あまり殿下の宝刀はね、使いたくないということで、追加予算ということ、暫定予算ということで、暫定予算でつなぎ予算を組みました、ね、でこのつなぎ予算の時に賛成したのは335対91、ここら辺は91って言ってもバイデン消しから早めようっていう勢力なんやけど、まあ共和党の中でも暫定予算、まあとりあえずね、政府が、滞ってしもたらね、あかんやんということで、そして、その中には、ウクライナのね、関連の支援予算っていうのは盛り込まれなかった、だからそれを OK して335対91でつなぎ予算が成立したと言われてますけどもね、フリーダムフォーカスっていうのはね、そこの暫定予算の中にはね、まだまだ国内政策重視のね、予算が入ってないやないか、ね、あるいは、ね、何か紛れ込ませてる予算の中に、ね、バイデン政権寄りの予算が紛れ込んでるやないかと、形的にはウクライナ予算は盛り込んでるけど、まあ、これは一つ、ね、の予算案やから、それだけまた別審議して、そこに拒否権、が大統領発売したら、もちろんその予算は通るというようなことで、いろいろ含みのある、ね、予算あったんで、そんな、ね、妥協をね、マッカーシーがすんなということで、このマッカーシーがね、追放されたということになりますよね。これが10月4日ね、選ばれたのが、マッカーシーが選ばれたのが、今年の1月やから、まあ、6、7、8ヶ月かね、ということですよね。そして、ね、マッカーシー議会を追放ということになりました。だから、この時にね、追放した時に、解任、動議もね、うん、出したやけども、そのゲイツ議員っていうのがね、国教会の一人がマッカーシーの解任動議を出したんやけども、まあこれはね、マッカーシー次はきちっとやれよっていうような形で揺さぶらおうとしたんやないかと。ほんまに解任させたらね、これまた議会が止まってしまうから、それはもうね、やっぱり共和党も分かってたと思うんですわ。だから揺さぶろうとしたと。でマッカーシーもね、民主党にはね結構配慮してたんで、その解任動議が出されたと言って、民主党はね賛成してくれるんやないかと、ね、解任動議に反対してくれるんやないか、だからまあ
共和党の一部が反対したとしても、ある程度民主党の、ね、賛成で、こういう数にはならないけど解任は通れへんのやないかというようなことを踏んでたみたいですね、踏んでたみたいなんやけども、そこでですね、やってみるならやってみって動議出したら今度はこれ216対210ということで、追放されたと、いうことになります、ね。共和党議員が8名が反対して民主党議員が208名、216名で、ね、8名反対したら転んでしまって議長が解任されたということになるんで、これ議長空席ですね、議長空席だからもうマッカーシーはね、まあ、そこまでは踏んでってなかった。共和党も配慮してある程度ね、この反対票を、ね、共和党が全部ね、208名全部、まあ、これペロシは、その欠席したらしいんやけど、208名何人か欠席した議員はあるけど、共和党議員がねほぼ全員ですよね、出席した議員が全員マッカーシーの解任動議に賛成するとは思ってなかったんですね、この票数から見て、ね。だからその直後にね、このペロシはね、これ、名誉前の、ね、議長、それ大統領と副大統領3番目の、ね、格好をトランプと対抗した議長やからということで、国会議事堂の執務室にね、特別ね、室をもらってたんやけど、もうそこから即ね、マッカーシーのこの部下であったマッカーシーと盟友であったパトリック・マンヘンリーという人、暫定下院議長がもうペロシお前出ていけと。こういうことで執務室から即追い出されました。だからここマッカーシーは踏んでたんやけど、こうペロシが、そういう形で声かければ多分ここをね、この数には至れへんけども、解任動議なんか潰れるやろと。まあゲイツもね、そこまで解任が通るとは思ってなかったということで、まあここら辺はちょっとお約束という形でやったんやけど、ここ共和党がね全部賛成してきた、ね、解任動議が取ってしまって議会が空席、憲政史上初めての下院議長が解任されたという状態になった。これアメリカ議会にとったら憲政史上初めて大揉めに揉めてますよね。つまり継承順位3番目、ね、の人が今いなくなったということですよね。でこれってね、民主党がね共和党の妨害工作をねして、北総演でるとか喜んでる事態はないと思うんですよね。この民主党っていうのはウクライナをね、支援すると、自由と民主主義の戦いやということでウクライナを支援するというような状況っていうかね、ということをね、叫んでるっていうかね、やってウクライナ支援をね、応援してますけども、この議会の空席になって予算が通れへんってことは、ウクライナ支援の予算も通らないということになります、ね。そしてそのウクライナ支援の予算が通らないってこと、あとね、これと誰やったっけ、報道官が言ったけど、あと2ヶ月でウクライナ支援の予算が切れると。でウクライナ支援の予算って、ウクライナっていうのはもうほとんどね、今産業も税金もね空洞化してるから、ウクライナのそういうね公的軍人も含めて、公的な人の予算っていうのはこういう予算支援から出てるんで、それがもう2ヶ月したら止まってしまうということになるんですね。お金も払われないということになる。武器もない、お金もないという状態がもう年内に、起こってしまうかもわからへんと、ね。そういうことをもう民主党は、やってしまったということなんですよね。で、次に、今度ね、このマッカーシーの後任として、噂されてるのはジム・ジョーダンというね、これってトランプ支持者で、法務委員会の長ということで、今法務委員会で、J6 の問題を練り、もう一回再調査したりとか、あるいはね、
バイデンのハンターですね、ハンター・バイデンのラップトップの問題、ハンター・バイデンの汚職の問題ということをね、今、再調査しているところの議長なんですよね。だから、ウクライナ戦争にもね、反対やと。で、今の急務っていうのは、国内の犯罪急増と国境の大量移民の状況がね、急務なんで、それをなんとかせなあかんということ。まあ、トランプの考え方に近いということが、議長になっている。もしこの人が選ばれたら、マッカーシーよりもね、さらにね、大統領と下院との対立がね、ひどくなるということになりますよね。予算が出えへんということになりますよね。だからね、これ偉い事態。そしてあとね、大統領選まであと1年ということになります。で、大統領選まであと1年で、ウクライナが反転攻勢もうまいこと言ってない、戦線は膠着してる、西側は疲弊してる、武器弾薬が少ないというような状態。そして、アメリカ国内を見てみると、また国境の壁、移民の問題、貧困、ね、麻薬の問題など、もう山積みです、アメリカ国内でもね。もう移民がひどすぎて、バイデンはトランプがしてた国境の壁作らないだけども、資金、前、政権の資金を活用して、もう一回国境の壁を作りますと、もう入ってきて困るから。ね、もう1万人とかね、そういう毎日1万人とかそういう数の移民がね入ってきてる。これもなんかね、まあこの辺もねちょっと貼っておきますけど、カナダ人ニュースさんにも詳しいんやけども、何か組織的にね、そのアメリカを潰そうというような形で大量の移民が入ってきてるんやないか、それにまあ中国とかね、もう関与してるんやないかというぐらい国境が大変ね。で、その国境州は、大変やからっていうんで、そこで処理できないから、それをね、ニューヨークとかワシントンに送って、ね、そして移民をなんとかしてくれって。だからそういうニューヨークとかワシントンはもう移民処理のためにもうホテルを使ったりとか、多大な予算を使ってると。そしてね、アメリカっていうのは、どんどんと、ね、超富裕層と、ね、貧困層、そして中間層がなくなるぐらいのね、経済的貧困が起こってると、そして、そういう経済的貧困の中で社会に絶望した層がね、切なあの快楽を得られるためにフェンタニルというようなドラッグに走ってね、このドラッグ対策もうこれドラッグがひどいからゾンビストリートっていうような通りでドラッグしてもねもう捕まえないんですよね。もう捕まえたらその刑務所がいっぱいやからというような状態にまでなってる。これもうねいろいろフェンタニルとかね、そのゾンビストリートとか調べたらね、どんどん出てきます。だからアメリカがそんなひどい状態になってて、あと1年で選挙戦ね、戦えるかどうかということを考えると、まあね、この大きな問題ね、議長が憲政史上初めて解任されたという大きな問題っていうのは、アメリカ人いくら選挙に関係ないアメリカの人としてもね、やっぱりね、周知集めるとか気になる状態ですよね。一体アメリカはどうなってるのかと。で、自分らの足元見つめると、こういう状態、ね、ひどい状態になってるということで、ウクライナ支援がね、このままできるかどうかっていうのは、この、多分ね、これ民主党のほんまにね、あいつらアホやから、ね、ほんまこれマッカーシーをやっぱり解任したら民主党があかんかって民主党が潰れるんやないかということまで考えへんかったよね。目先の共和党が困ったらええわということでやってしまったけども、これがえらいね、その転びのね序章になるんやないかと思います。だからもうね、議長の選挙っていうのは10月に行われます。まあ決まるけども、もしこういう事務冗談なんかに決まったりね、今のマッカーシーよりもね、ウクライナ支援に反対してる人が議長になったりしたらもうウクライナ支援は即止まります。2ヶ月で、ウクライナはね、役人の給料さえ入らへん状態になる。まあ、だからゼレンスキーはどう思ってるのかなと。非常状態で世界はそういう状態になってますね、ハンガリーはもちろん最初から反対ね、ポーランドも今は武器も送らないね、もう新しい武器も送らない、そしてスロバキアは、
ウクライナ支援に反対で、今、現在大統領、交代する大統領ももうウクライナ支援しないということを表明していると、ね、なった、あとルーマニアがね、もうウクライナ支援しないとなったら、ウクライナ陸地から、武器が入るところはないというような状態で、ね、そしてフランスはね、ニジェルとかそういうアフリカで偉い状態になって、フランスの国力を持ってる、ドイツもねノルドストリーム破壊されて経済的に大変やというようなことを考えれば、世界情勢としてもウクライナ支援っていうのはそろそろ終わりというような状態にあるのに、まだ日本では鈴木宗男がね、ロシアに行ったということで一心を除名されて、ウクライナ支援を超えたか叫んでる政治家がね、まだ多い。もちろんね、増税メガネもそうやし、ね、みんなそうなんやけど、世界情勢見ればね、これ、日本がね、そろそろ方針転換しやんと、今でもね、この日本の貧困率っていうのは米韓にも抜かれ世界最悪状態になってるんです、ね、日本っていうのは、これ、今年ですよね、7月統計で、こういう状態がますますね、ベッドの方向、バイデンに全ベッドした方向でこちらに流れるかも、からもうコスタリカに近なるかも分からへんというような状態になってしまうかも分からへん、ね、まあ本当にひどい状態であるね、今のマスコミ政治家のウクライナ支援バイデン全ベッドっていうのはね、ほんまにね正しいのかどうかっていうかね、世界の情勢、年内もうねあと 1,2 ヶ月、あるいはこの議長選挙がどうなる2週間ぐらいを見ててもね、もう自分の頭で考えればわかると思いますので、ぜひねこのウクライナのまずは議長選挙がどうなるか、ゼレンスキーウクライナ支援に対する予算がどうなるか、見てくださいね。ちょっとまあ小ネタの時間は過ぎましたけど、まあ今日はね、こういうアメリカがね今ウクライナ支援で、大変な状態になってるね、これね一つもう一つね小ネタじゃないんで、まあ、上げときますけどね、ニクソン政権下でもねベトナム予算の支援をめぐってね大統領と議会がね激しく対立した、そして、大統領がね対抗措置として議会予算を留保したりして、そしてその後ウォーターゲートが出て大統領の信頼が落ちて、ね、アメリカがそれから以降もねどん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 と凋落してくる一方になったこのベトナム戦争ということ、今回もウクライナ戦争を通じてアメリカがまた凋落するんじゃないかという事態になってるってことをねちょっと押さえてみましょう。あと2週間、議長、アメリカの下院議長が誰になるか見ててください。